選挙区は相原さん、白石さんお願いいたします。私今皆さんに分かりやすい合言葉を伝えております。私が2006年から知事選挙の時に使っている合言葉です。鉛筆持ったら未来の塔、分かりますか？鉛筆持ったら未来の塔、鉛筆持ったら未来の塔、鉛筆持ったら未来の塔。いいですか、はい、じゃあ一緒に、はい、鉛筆持ったら未来の塔。皆さんご一緒にどうぞ。いいですか、はい、鉛筆持ったら未来の塔、鉛筆持ったら未来の塔、鉛筆持ったら未来の塔。はい、これは比例区です。小選挙区は鉛筆持ったら白石、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 鉛筆持ったら白石。そして相原さん、鉛筆持ったら相原、鉛筆持ったら相原、鉛筆持ったら相原。というところで、ぜひともこの千葉から相原さんと白石さんを送り出していただいて、未来の党の政策の実現をさせていただきたいと思います。最後にプレゼントをお持ちいたしました。私の6年間の滋賀県知事としての税金無駄遣いをしない、公共事業の見直しをした仕組み作り、そして子ども、若者、女性に優しい仕組み作りの政策を力を入れてございます。これを相原さん、相原さんと平井さんにプレゼントをお持ちいたしました。ここには某子リタ、某子リタと思います。某子リタじゃないですよ某子リタ、己を忘れて他を見する、これは琵琶湖畔で生まれ育った伝教大師最澄の教えでございます。最澄は比叡山の延暦寺に1200年以上前ですが薬師如来をお納めして、病に苦しむ皆さんの健康と幸せを願って比叡山延暦寺を開きました。延暦寺は京都じゃないんです、お母さんご存知ですか。延暦寺は大津市、滋賀県なんです。ということで、ぜひともこの琵琶湖とともに、私が実践をしてきた子どもに優しい、女性に優しい、そして原発ゼロの社会を目指す仕組みづくり、もうこれらの精神で白石さんと相原さんに頑張っていただきたいと思います。寒いところお耳を傾けていただきましてありがとうございました。私たち本当に新しい党です。名前も浸透しておりません。まだまだ広がっておりません。今日の新聞を見ていただいても全く広がっていない。だからこそこうやってお一人お一人、皆さんお一人お一人のお力をお願いをしたいと切に訴えさせていただき、私滋賀県知事、未来の党代表金井由美子からのお訴えとさせていただきます。本日も未来の党、畑中代表でございました。畑中代表は引き続き支援者の皆様に握手をしながら、第5区候補者相原氏の行動して決意を表明させていただきたいと思います。未来の党第5区候補相原氏のでございます。こんにちは。こんにちは。日本。その思い、そして切実なる声を実現するために、日本未来の党相原氏のは消費税増税反対、そして原子力のない社会を皆様にお約束をさせていただいております。日本未来の党相原氏のは
消費税増税、皆様に年間お一人10万円もの増税を知ることになります。そして4人家族であれば40万円のこの増税、本当に皆様が何に使われるかわからない段階で増税を許してしまうのか、それとも私たちとともに消費税増税を反対していくのか、ぜひお考えいただきたいと思っております。そして日本の9割も占めます中小零細企業に対するこの増税の影響も大変なものがあります。日本企業は今 73% の企業が赤字企業であります。そのデフレ状況下において7割もの赤字の企業が、そして中小零細企業がどれだけ増税に耐えられるか、生き残れるのでしょうか。日本未来の党相原志乃は皆様の生活を守っていくために消費税増税、何としてもデフレ状況を脱却しなければ、増税は断固として許さない、その思いで頑張っております。そして原子力のない社会、皆様に今皆様の目の前にいらっしゃいます加賀代表とともに卒原発をお伝えさせていただいております。日本は原子力のない社会を皆様の強い意志さえあれば必ず実現することができます。それをいち早く舵切りをすることによって日本が世界一位の技術を誇っております。再生可能エネルギーの社会に皆様とともに明るい未来に一歩前に歩みを進めてまいりたいというふうに思っております。日本未来の党相原志乃は世界をも席巻できるこの日本が有するこの技術を皆様と共に推進してまいりたい。そして安全だからこそ安心なクリーンな社会に皆様と共に歩んでまいりたいと思っております。どうぞ皆様、卒原発10年でお約束をさせていただいています。今までのように、そしてこれからも原子力を推進すると言っている自民党的な古い政治ではなく、いよいよ私たち一人一人が恩恵に預かることのできる安全で安心な社会を私たち自身の手で獲得しようではありませんか。どうか日本未来の党相原志乃、精一杯頑張ってまいります。皆様のお膝元千葉5区立候補させていただいております。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。頑張ります。はい、ただいまの力強い訴えは5区候補相原志乃、こう見えても英語ペラペラなんです彼女。さあ、そしてお隣白石